Heute lernen wir Lektion 26. Genau, Lektion 26. Hi, Dai26ka des. Dan ga san Dan Haben Sie eine Aufgabe in Deutschland? Ja, ich arbeite jetzt für ein Projekt. Was ist das Ziel vom Projekt? Das Ziel ist. Wein als Kultur von Deutschland bekannt zu machen. Es ist wichtig, Wein als deutsche Kultur zu präsentieren. Man spricht sonst immer nur über Bier. Wie lange dauert das Projekt? Normalerweise dauert ein Projekt zwei Jahre. Haben Sie eine Aufgabe in Deutschland? とダンに聞いています。ハーベンズイで何々を持っていますかという意味ですね。アイネアフカーベは課題。インドイチラントでドイツで。ドイツで遂行しなければならない仕事があるのかどうか聞いています。Yeah, はい、今あるプロジェクトのために仕事をしています。とダンが答えています。アルバイテは仕事をする。 イェツトは現在という意味でしたね。フュアは何々のためにという前置詞です。プロジェクトはプロジェクト。アインと不定関詞がついていますので、あるプロジェクトのためにという意味になります。この前置詞フィアが来ると、後ろには必ず四角が来ます。つまり、このアインプロジェクトは四角なんですね。アインという不定関詞の形が四角ということは、 この名詞の性ははい、その通り。中性名詞は一角も四角も同じ形です。次の文はそのプロジェクトの目的は何ですかとシュミットさんが段に質問しています。was は何 ?das zil は目的、目標という意味の中性名詞です。 出すという定冠詞の形でわかりますね。プロジェクトの前のフォンは何々のを意味する前置詞フォンと定冠詞三角デムの融合形です。次の文は目的はドイツの文化としてのワインを広めることなんです。とダンが答えています。ist で、その目的は何々ですという意味です。その内容が以下に説明されています。アルスクルトゥアは文化として、ワインアルスクルトゥアで文化としてのワインという意味です。フォンドイチラントはドイツのですので、ドイツの文化としてのワインをという意味になります。ベカントは有名なという意味でしたね。ベカントマヘンで有名にする。 ベカン a ツーマヘンで有名にすること。これを文法用語でツーフテイクと呼びます。ス a ィールが主語。ist は在因同士。何々です。で2番目に来ています。そして、a は b ですの b に相当する内容が全てツーフテイクで書かれています。これはまた後ほど詳しく見ていきましょう。次の文は Es wichtig, ワインをドイツの文化としてプレゼンテーションすることは重要ですよとシュミットさんが意見を述べています。wichtig は重要なという意味で、s ist wichtig は直訳するとそれは重要ですとなります。何が重要なのかという説明がこの後に続きます。文末を見てください。気づきましたか はい。何々をプレゼンテーションすることは重要だという文ですね。何々に当たる内容はワイン、als deutsche Kultur そうです。ドイツの文化としてのワインですね。この文は形としては文頭の S、それが主語になっていますが、実質的にはこのツーフテイクの中の何々することを全部受けているわけです。 このような2プラス動詞の不定形で何々することはという言い方です。後ほど表現のポイントでもっと詳しく見ていきましょう。次の文はそうじゃないといつもビールのことしか話題にならないですからね。とシュミットさんの発言が続きます。文頭のマンは人はと不特定の人を表す代名詞でしたね。 ュプリットは話す、ュプレヒチェンの三人称単数の時の形ですね。ゾンストはさもなければそうしないとという意味です。今は常にいつも。ヌアは何々のみ。ゆばぴアビールについて。全体を直訳するとそうしないと人はいつもビールについてのみ話すとなります。次は l n g d e t そのプロジェクトはどれぐらい続くのですかとシュミットさんが質問しています。ィランゲはどれぐらいの間と期間を尋ねるときの決まった言い方です。ダウアットは時間がかかるという意味の動詞です。今日のキーセンテンスですので、後ほど詳しく見ていきましょう。それに対して、ダンは通常一つのプロジェクトは2年続きます。 と説明してのまらばいぜは通常普通は大抵はという意味です。だおわとは先ほどの疑問文にもありましたどれくらいの時間がかかるという意味の動詞です。つばやれで2年間やれはやーの複数形です。 ルルさあ今日のキーセンテンスは Wie lange das Projekt? そのプロジェクトはどれぐらい続くのですかと期間を尋ねる言い方でしたこの「w l a n g e e r 何々」を使っていろいろな練習をしてみましょうまずはお二人に続けて発音をしてください Wie lange Wie lange das Projekt? いかがでししたたかかううまく発音できたでしょうかできょはこの主語を「仕事」に置き換えていってみましょうたくさん仕事を抱えている友人に「その仕事どれぐらいかかるの?」と聞いてみましょう「仕事」はドイツ語で「そうですね」ではどうぞ。 うまく言えたでしょうかそれではお二人に言ってもらいます。皆さんも後に続けて発音してください。うまく言えたでしょうか目の前で起こっていることや相手との会話でわかっている内容を指して、それはどれぐらい時間がかかるの という言い方はとてもよく使いますそれはを s にすればいろんな状況で使えますねどうなりますか言ってみましょうどうぞうまく言えたでしょうかそれではお二人に言ってもらいます皆さんも後に続けて発音してください いかがでしたか移動時間やミーティング、あるいは依頼した仕事にかかる日数なども、相手とのやりとりの状況の中で、それってどれぐらいかかるんですかと聞けますね。では、一通り確認できたところで、もう一度今日のスケッチを聞きましょう。Haven Sie eine Aufgabe in Deutschland?Yeah.、Ja. ich arbeite jetzt für ein projekt was ist das ziel vom projekt das ziel ist wein als kultur von deutschland bekannt zu machen es ist wichtig wein als deutsche kultur zu präsentieren man spricht sonst immer nur über bier wie lange dauert das projekt normalerweise dauert ein projekt zwei jahre. Wie

それでは走ってきて汗をかいているシュテファンに水を飲むのは大切だよと言ってあげてください。水はワッサーでしたね。先ほどの動詞プレゼンティエラの部分に飲むを意味する動詞を入れ替えればいいですね。では行ってみましょう。どうぞ。うまく言えたでしょうか。それではダグマーからシュテファンに言ってあげてください。

それではどうぞうまく言えたでしょうかそれではお二人に言ってもらいます皆さんも後に続けて発音してください「Es ist wichtig Deutsch zu sprechen」「Es ist wichtig Deutsch zu sprechen」うまく言えたでしょうか 文末につーと動詞の不定形を持ってくればいいのです。簡単に使えそうですね。マリーのコーナーです。今日はスケッチに出てきたアウフガーベ、課題とか宿題という意味の単語についてです。Die Aufgabe heißt für mich eine スケッチでは団の仕事上の課題を指していましたが、学校の宿題の意味もありますね。お家の中では家事のことも指すのですね。ちなみに物語なのでは、主人公が自分の使命を果たすという場合の使命もアオフガーベです。